私の旗あの者たちと戦うとは何事ですか。女王陛下、あなたは国の兵より領主の奪還を望むというのですか。女王陛下、引導を渡すべき者たちが私を待っているんです。やはり行くのですね。あの者たちは。おそや、おそや、プロイセン軍は俺様に続け。 この国は治安治安と新しいよ。多勢でしか攻撃できねえ腰抜けども。ベルリンには攻め入らずともよい。クーネルスドルフに勝利した今、彼らは敗残兵にすぎません。あいつは、超突猛進しか知らんね。小馬鹿さんですですよね。黒い目、お前の部隊は左、そして私の部隊は右から回る。攻撃するぞ。了解。 なる国が舞い踊る赤い赤い石の渚、今は物言わぬ屍、彼らにも物語があった。されどささやかな未来さえ運命は。 久しいな、オーストリア。俺らは忘れはしねえぞ。クーネルスドルフの戦いでフリッツが受けた銃弾をな。オーストリアさん、フランスが窮地です。何ですって。 ネギーストの植民地での戦いが原因のようです。オバカさんが、アメリカに構わず、あの海賊と。リーグニッツの戦い、ベルリンの占領、あいつもまた私たちと同じく苦しい状態だと思います。フランスは故郷を備えを、ロシアは方向を。 備えを、ハンガリーは戦場へ共を。我らの英雄、未来に来てはないましょう。戦争は残酷だ、それを彼らを恐れるな。不義が戦ったとまるままに。 見下げたものです。ハプスブルクのその偽善面が気に入らねえんだ。都合のいい時だけ利用しやがって。笑わせるな。クロイセン、私は疲れたんだよ。親父、やめろ。 イギリスの支援もすでに打ち切られた。私はお前が滅びるのを見たくはない。親父、フリッツよ。クソ。ロシアからの伝令、エリザベータ女性が急進しようとの死を。
列強らが剣を交える時代、その道には常に幾多の争いがあった。隊列に参列する兵は皆一様に口数も少なく、死に怯えながらも歩み続けるように他にはないな。剣を引いた国と手を重ねる、ふと見えた始末の光は小さな希望、やれ閉じる輪にが歴史もまた紡ぐ、最後に得た新たな彼の地に彼らの行動を気づけば、道のみは常に天下と共にあった。越えられぬ痛みなど何一つ訪れないものさ。東に去りゆく白い騎士、方向へ帰る黒いわし、我らが歩んだ戦いを生まれる民につなごう。彼の血を離した国の家、彼の血を手にした国の王、我らが手にしたこの場所を愛しい歴史が国を作るのか、国が歴史を作るのか。永遠を生きられない人は全てを知る由もなく、国と国の地平をめぐる戦火の歴史、別れた土地が一つに成り立つ日は訪れるのだろうか。懐かしき城、それは誰の口にか。ああ、ロマンを歌う。そこにロマンはあるのだろうか。